今日の何も出ねえよは、はい、あなたに言われたいゲームというのをやってみたいと思います。このゲームはですね、はい、例えばもしも自分が初対面の女の子に言われたい言葉っていうのをそれぞれが女の子の気持ちになって言われたい言葉を言ってみてください。なるほど、自分がね。そうそうそう、はい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 、まあ早速やってみようよ、こっちから。え、並んじゃって、え、いっちゃいっちゃい。すいません、千円札10枚持ってますか？嬉しくないだろ。あ、すごいセンスいいですね。なんの？え、かっこいいこの人。え、行き別れたお兄ちゃんに似てる。タイプです。私の胸、揉んでもらってる。最悪だよ、なんで最悪。え、私もベトナム国籍にする。はい、ということで、いや、ゆうやくんのさ、使えるの？ちょっと使える。ではまず、サクからお題を出すのは千葉ちゃんです。はい、いきます。はい、じゃじゃん。未来の子供。未来の子供。パパみたいな大人になりたい。続きまして、お父さん。お父さん。お前はよ、俺の自慢の息子だ。おー、おー、ありがとうございます。続きまして、織田信長。織田信長。織田信長、時代超えてきたな。泣かぬならあの方を呼ぼう。あ、サクさん。サクさんですか。あ、いいっすか。あ、うん、あ、信長。あ、いいよ。一言じゃねえんだから。長っ。最後は公平。公平。公平。さっくんグループにいてよかったわ。あ、嬉しいね。嬉しい、嬉しい。はい、っていう感じですね。あ、いいよ、いいよ。3、2、1、スタート。はい、未来の奥さん。ハンバーグできたわよ。あー、いいね。嬉しい。サク。え、ちばちゃん、そこメロディーのここどうなって、すごいね、それ、すごいな。今、いいと、うま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 いと。ダンスの先生。努力は見える。はい、ドラえもん。あら、ばっちゃん。いや、おばさん。また声調子悪くなっちゃったの。声がよく出る。いいよ、あったら出る。よいしょ。はい、いいよ。いやー、これ緊張するわ。3、2、1、スタート。はい、ボディベン。何何何何。あ、お姉さんって、これ何語？ヒンディ語。ヒンディ語、母国語ちゃう。ヒンディ語ちゃうし、日本語で伝わる？日本で伝わります。あ、じゃあごめんなさいね。はい、やりましょう。お姉さん。弟ってよりお兄ちゃんみたいだよね。おお。なんかも言えない。マネージャー。シャルフのマネージャー以外やりたくないんですけど。おお、嬉しい。まあ、嬉しい、嬉しい。こっち側が嫌だね。ゆうや、シャルフみたいな身長になりたかったな。うせえわ。正解。あ、おもろい、これ。ジャニーさん。いいの？ゆう、デビューしちゃいなよ。してなかった。できなかった。嬉しいね。挑戦スタート。じゃん、飼っている猫。もうベッドでおしっこしなくなったよ。安心します。嬉しい。はい、将来の自分。お前、数年後に急激に身長伸びたよ。嬉しいって分かるか。俺の気持ちが分かるか。はい、ケンドット。お前しかセンター考えられんわ。おー、嬉しい、嬉しい。はい、最後、マイキー。
お前が東京卍会の次期総長だ。嬉しい。はい、ではいきます。じゃん、占い師。君、生命線長いね。いいね。次、JY パーク。JY パーク。あ、しゅんさんの顔はとても芸術的で。今日もあげます。ラジオのスタッフさん。ラジオのスタッフさん、しゅんさん、いいと思います。シンプルに。リアルだな、それ。それでは、ハルの挑戦、スタート。保育園の先生。お前って昔から何言ってるか分かんねえよな。嬉しい。喜ぶ意味が分かんない。言われた意味が分かんない。ちっちゃい。神秘。いや、俺よりかっこいいやつ初めて見たよ。あ、まあ俺言ってる。いやいやいや、知られたら嬉しいじゃん。ベトナムの思想、首相、首相。首相。もう一回言ってもらっていい？ベトナムの思想。次からお前が主相だ。主相だからね。主相がベトナムでこれ分からないね。そうやのよ。なんか上に言われたら嬉しいけど。それでは、五平の挑戦スタート。ハウ。気まずい。元気にハウ。ウィンデコンハウ。うがったいのね。嬉しい。かまいたち。かまいたち芸人さんやもんね。いいの。お前それは完全にボケ殺しや。事務所の社長、今日からお前はセンターだ。あのずっとバスだしてたの。ファンファンファンそれなキャラ崩壊しちゃっただろ。190センチの巨人が来たこと。今度190センチ以上全員捕まるらしいわ。嬉しい。これは嬉しい。もう190センチ以上全員いなくなりますからね。160以上で大体大丈夫だから、それ以下だから。